こに行くの？出発ですね。お？いらっしゃい、ソフィーちゃん。もう、またサボってる。やるときはやる有能な人間っていうのは、サボるときは思いっきりサボるのよ。それより、眠り草を食べちゃった子だけどね、ちゃんとあの花が効いて目を覚ましたわ。本当ですか？うん、ソフィーちゃんのおかげ。カーティーさんもですよ。そうだったわね。今だから話すけどさ、私実はちょっと前まで元の世界に帰ろうかなって思ってたの。え、そうだったんですか？ええ、私があっちの情報を集めてるのはソフィーちゃんも知ってるでしょ。それを見てるうちに、元の世界にある私の知らない情報を直接集めてみたい、そんな風にこの間まで考えてたの。そうだったんですか。私気づきませんでした。けどここにいる人たちっていうのは、みんないつかは元の世界に帰る人たちなのよね。そうなると、どうしたってこの世界について誰よりも詳しく知ってる人間は必要になると思うの。またいつ今回みたいな事態が起こるとも限らないしね。だから私決めたわ。私は許される限りこの世界で暮らし続けるってね。え、確かにカティさんみたいな人は必要だと思うけど。心配しないで、ソフィーちゃん。別にいやいや残るわけじゃないから。自分が大好きな世界で自分の大好きなことをする。そしてもしこの世界に何か起きた時には、私のまとめた資料で解決方法を探し出す。これってとってもやりがいのあることだと思わない？尊敬します。どうしてエルビーラがカティさんをロイテールに呼んだのか今わかりました。やっぱりこの世界にとってカティさんは絶対に必要な人です。さすがに褒めすぎよ、それ。私はね、ずっと平穏に暮らしながら好きなことだけをやって生きていきたい、そう思ってるだけのただの怠け者よ。すいたな。ノーム、何か作って。お店の仕事もちゃんとしてくれたら本当に尊敬できるんだけどな。ねえねえ、どこ行く、どこ行く。さ、出かけるわよ。すごく元気そうだね。ええ、心配になるほどにね。どういうこと？夢の器の話覚えてるでしょ。自分の力の一部を使ったものだって。エルは確実に弱ってるはずなの。だって自分の一部を切り取ってるのも同然なんだから。なのにグロールに取り憑かれた人を助けたのよ。それはエルビーラが夢の神様だからできたことじゃないかな。かもしれないけど、また無茶をしてるんじゃないかって心配なのよ。なのにこんなに元気なままなんて、なんだかすごく不安なの。でも少なくとも大樹が元気ってことは、エルビーラの心が満たされてるってことだよね。それならき
と大丈夫だよ。ちょっと過保護すぎたかも。そうね、きっと大丈夫よね。何度見てもどこに向かいますか。さあのんびり行こう。ほらさっさと行こう。さあどこに行くの。って素材だよな。どこに行くの。隅々まで。だよ、ザクじゃねえか。オーラの弱点が分かりました。私なら弱点をつけそうです。援護させてください。どれを作りましょう。
まずはあれから。いや、それともやってみよう。これで一気に仕上げるよ。できた。どれにしようかな。触媒はどれにしよう。どれを入れよう。グルコーン、グルコーン。
りしようかな。さて、どう料理しようかな。悪くないかも。すごいのできちゃうかも。行くわよ、ソフィー。こんなのはどう？助かります。悪くないかも。
ごいのできちゃうかも。とりあえず入れてみる？悪くないかも。グルコーン、グルコーン。いいこと起こりそうな予感。ソフィー、わーすごい。グルコーン、グルコーン。こんなのはどう？助かります。ここにしよう。しようかな。これでいくつ一気に仕上げるよ。できた。どれにしようかな。どれを作りましょう。選びましょう。うむ、理論的に考えた場合、まず さてどこから取り掛かりますか。どこから取り掛かりますか。ここにしましょう。素晴らしい。これで特性を選びましょうか。これでいいですか。これでいい。最後のデッキを抜かずに調合終了。どの道具にしましょうか。
探索。ふう、眠くなってきたな。一眠りするか。なってきたな。一眠りするか。さあ、とっておき。急に大きい音が来るとびっくりするよね。いっちゃおう。私が行こうか。ナミズルさん、手伝うよ。よもよ、こんなもんかしら。私が行こうか。ゴリアスを盾に突っ込む。こいつは冷え。これでどうだ。中身は秘密だよ。はっ、
守ってみせる。私の剣士特許を味わえ。危ねえぞ。しまったぜ。虫は栄養価が高いと聞いたことがあるが、今は無理に食べる必要はないな。どこに向かいますか？うん、どんな依頼がある？この色ありがとう。これが
ピーちゃん。よし、これも。私が行こうか。逃がさしねえよ。出さねえ。どこに行くんだ？うん。どの依頼を受け？この依頼を助かったわ。ソフィーちゃん。どこに向かう？よーし。習得しました。どれを作りましょう。何を作っちゃおう。
ふうにしましょうか。触媒は理論的に考えた場合、まず さて、どこから取り掛かりますか？さて、どこから取り掛かりますか？さて、どこから取り掛かりますか？理論的に考えた場合、まず理論的に考えた場合、まず取り掛かりましょう。錬金術の神話、いつか必ず。はあ、順調ですが、勝負はここから。これは期待できそうですね。ソフィー、少々行くぞ、クラフター。続きます。順調ですが、勝負はここから。いい調子です。釜は海、素材は地。予想以上の反応です。行くぞ、クラフター。続きます。ソフィー、少々相談なのですが、錬金術の神話、いつか必ず。予想以上の反応です。クラフター、頑張ろう。まさかこんな反応が。ここにしましょう。特性を選び、このよう最後の一気を抜かずに完成です。また腕が上がりました。どの道具にしましょうか。どこに向かう？護衛は任せてくれ。うん、早く抜けましょう。ここはとても不快です。どこに向かう？護衛は任せてくれ。あれ？なんか、ジメジメしてて嫌ね。いるだけで参っちゃいそう。
私が行こうか。これで今後ともよろ。どこに行くんだ。ほら、さっさ。危険な場所ですね。不用意にそのあたりのものに触れないようにしてください。あそこが弱点か。私が行こうか。お預けかしらね。ふっふっふ、心配無用。そんなことになるんじゃないかと思って、私が全員用意してきたよ。さすがに用意が良すぎるのでは。なんだっていいわ。さすがね、アレット、見直したわ。えへへ、備えあればなんとやらってやつだよ。水着があるなら文句ねえだろ。さっさと入ろうぜ。
やっぱ温泉は露天に限るぜ。お前もそう思わねえか。こいつ寝てる。おい起きろディーボルト、使ったまま寝るな。いや寝ていないぞ。目を閉じて少し意識を手放して。それを寝てるっつうんだよ。でもわかるな、私もよくお風呂で寝ちゃうもん。この前もピリカさんに起こされたし。アレット、お前一生一人暮らし禁止な。暑くて地獄の火山だと思ってたけど、この温泉のおかげでまた来るのが楽しみになったわ。そうですね、ただロイテールから距離があるので温泉に入るためだけに来るのは面倒ですが。そっか、じゃあソフィーさんとプラフタにここに温泉旅館みたいなの作ってもらおうかな。お得意の錬金術でこうパパーっとね。おお、それいいわね。お願いできる？錬金術はそこまで万能ではありません。まったく、ソフィーからも何か言ってください。火山の暑さ対策をした旅館にするなら、材料は本気でレシピを考えないでください。錬金術ってすごいな。しかしあんま長風呂してとのぼせちまうからな。名残惜しいが、そろそろ出て出発しようぜ。買いますか。よーし、はい。どこに向かいますか。しまいますから。なんだこいつらか。アレット手伝います。それそれ
ったく生きがいいんだ。さばいて食っちまおうぜ。護衛は任せてくれ。これでいいのか。どこに行くんだ。よし、新しい道具作れるようになりましたよ。どの道具にしましょうか。しましょう。さて、どこから取り掛かりますか？うむ、理論的に考えた場合、まず。理論的に考えた場合、まず。さて、どこから取り掛かりますか？取り掛かりましょう。順調ですが、勝負はここから。予想以上の反応です。クラフター、頑張ろう。面白いですね、アレット。これは期待できそうですね。金術の神王、いつか必ず。予想以上の反応です。手伝うわよ。はい、この調子です。順調ですが、勝負はここから。ここにしましょう。予想以上の反応です。こんな感じでどうかな。まさかこんな反応が。釜は海、素材は地。少々相談なのですが。わっ、なんかすごい予感。面白いですね、アレット。錬金術の神王、いつか必ず。素晴らしい。
これで。特性はどれにしましょう。このような最後のデッキを抜かずに完成です。素晴らしい道具ができました。どの道具にしましょうか。どの触媒にしましょう。これでどうでしょう。さて、どこから取り掛かりますか。さて、どこから取り掛かりますか。うむ、理論的に考えた場合、まず取り掛かりますか。うむ、理論的に考えた場合、まずいい調子です。予想以上の反応です。素晴らしい。錬金術の信用、いつか必ず。これは期待できそうですね。はあ、行くぞブラッサー。ソフィー、少々相談なのですが。これは期待できそうですね。行くぞブラッサー。これは期待できそうですね。はあ、順調ですが、勝負はここから。ここにしましょう。釜は海、素材は地。これは期待できそうですね。ここにしましょう。これで。ここにしましょう。もう十分ですね。習得しました。どの道具にしましょうか。どの触媒にしましょう。どの材料にしましょう。うむ、理論的に考えた場合、まずさて、どこから取り掛かりますか。
さて、どこから取り掛かりますか？ふむ。理論的に考えた場合、まず…ふむ。理論的に考えた場合、まず…さて、どこから取り掛かりますか？取り掛かりましょう。素晴らしい。いい調子です。順調ですが、勝負はここから。ここにしましょう。釜は海、素材は地。ソフィー、少々相談なのですが。素晴らしい。予想以上の反応です。いい調子です。釜は海、素材は地。予想以上の反応です。クラッター頑張ろう。面白いですね、アレット。釜は海、素材は地。予想以上の反応です。これは期待できそうですね。これで、これで。特性はどれにしましょう？終了。どれを作りましょう？